こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。この映像は2024年8月18日に SNS にアップされました。ロシア連邦チェチェン共和国の首長でロシア軍大将でもあるラムザン・カディロフ氏がイーロン・マスクからもらったというテスラのサイバートラックに機関銃を取り付けた軍用車両を披露し、ウクライナの特別軍事作戦に投入するとしています。今日はこのことについてお話しします。ロシア連邦チェチェン共和国の首長でロシア軍大将のラムザン・カディロフ氏がテスラのサイバートラックに機関銃を取り付けた軍用車両を披露したのはチェチェン共和国のグロズヌイ宮殿の庭です。この映像は2024年8月18日に SNS にアップされました。ロシア連邦チェチェン共和国の首長で、ロシア軍大将のラムザン・カディロフ氏が、アメリカ・テキサス州の企業テスラが製造したサイバートラックに、機関銃を取り付けた軍用車両を披露しました。ロシア軍のカディロフ大将は、ありがとう、イーロン・マスク。とロシア語で語り、この軍用車両に改装したサイバートラックをウクライナの最前線に送り込むと言っています。ロシア連邦チェチェン共和国首長でロシア軍の大将でもあるカディロフ氏はチェチェン語ではなく次のようにロシア語で語りました。本チャンネルで日本語字幕をつけています。少しもイロンのマスクの вот такой вот но транспорт он скоро отправится до на СВО на передовой до ребята проверят до потом до напишем до характеристику до что нужно поменять до а так до мы проверили до на Руси до хорошая машина быстрая мощная до удобная до поставили до такой аппарат доАк что Ахмад Сила, Аллаху Акбар, дон. Маск, дон. Ждем гости, дон. サイバートラックをイーロン・マスクからもらったとカディロフは言っていると SNS では言われています。確かにカディロフが公開した映像の中でも、ありがとう、イーロン・マスクとカディロフは言っています。しかし、本当にテスラの最高経営責任者のイーロン・マスクがこのサイバートラックをチェチェン共和国の首長、ロシア軍大将のカディロフに送ったのかどうかは不明です。アメリカの中古車市場では2、3000万円程度でサイバートラックは売られているといいます。こちらの映像はテスラ社によるサイバートラックの宣伝映像です。テスラのサイバートラックは電気自動車です。アメリカで人気があるピックアップトラックというジャンルで、後部に大きな荷台を持つ実用的な自動車のカテゴリーに入っているので、トラックという名前がついています。テスラではサイバートラックをスポーツカーとトラックの融合、もしくはその中間的存在という位置づけで、商品をプロモーションしているようです。最大出力600馬力を発生するモーターを搭載しており、静止時から時速 100km に達するまでの所要時間はわずか 2.7 秒とされています。航続距離は 500km 超えで、四輪駆動のため未舗装の荒れ地でも走れるとしています。なお、ロシア連邦チェチェン共和国の首長で、ロシア軍大将のラムザン・カディロフ氏の父は、チェチェンの分離独立運動にも関わっていたイスラム宗教指導者だったため、ラムザン・カディロフ氏自身も、かつては父の影響を受けて、チェチェン独立運動に関わっていた時期もあったものの、ロシアのプーチン大統領に懐柔されて、ロシアの諜報機関の助けを得て、政敵を次々に排除し、チェチェンで権力と莫大な富を手に入れました。カディロフ配下のチェチェンの兵士は、
ロシア軍で突撃兵の逃亡を防ぐ特戦隊の仕事もしています。テスラのサイバートラックは最前線に出てウクライナ軍の攻撃に耐えるような装甲車にはなりえませんが、後方の特戦隊用としては十分な性能だと私には想像されます。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。